ワレリーはシーレビチ・ゲラシモフは、ロシアの軍人で、ロシア連邦軍参謀総長兼第一国防次官。ゲラシモフは、戦略家で、ゲラシモフドクトリンを提唱したとされている。これは、戦略的目標を達成するために、軍事的、技術的、情報的、外交的、経済的、文化的、その他の戦術を組み合わせるものである。しかしこれは後に、 最初に論文を書いたマークがレオッティによって撤回されており、その競技は存在しないと主張している。タタールアズアの火山で生まれ、1973年に火山スボーロフ軍事学校を卒業、1977年に火山高等戦車式学校を卒業、1987年にマリノフスキー軍事気候アカデミーを卒業、1997年には、 ロシア軍参謀本部軍事アカデミーを卒業。火山高等戦車式学校を卒業した後、ゲラシモフは極東軍管区の大隊に所属する機械化不評招待の指揮官となった。後に彼は戦車連隊、後沿いバルト軍管区の自動車化狙撃手団の参謀長を務めた。1993年から1995年まで、彼は沿いバルト軍管区の 第144新英自動車加速劇師団の司令官であり、その後北西部の部隊で勤務した。彼が参謀本部軍事アカデミーを卒業した後、第2次チェチェン戦争の期間中に、モスクワ軍管区の副軍司令官、のチキタカ・フカス軍管区第58軍の指揮官を務めた。またユーリブ・ダノフの逮捕に貢献したことで、ジャーナリストのアンナ・ポリトコフスカヤから称賛された。 彼は2006年に、レニングラード軍管区の司令官、2009年には、モスクワ軍管区の司令官、2010年12月23日に、参謀本部副長、2012年4月には、中央軍管区の司令官を務めた。モスクワの、勝利の日パレードを先導するメラシモフ彼は、モスクワでの、勝利の日のパレードを2009年から2012年の前4回、指揮した。 2012年11月6日に国防省のアナトーリー・セルジュコフが解任された後、ゲラシモフは参謀総長に任命された。以前の参謀総長のニコライ・マカロフはセルジュコフに近いと見られており、新しい国防省セルゲイ・ショイグによって解任される可能性が高いと評論家は見ていた。マカロフは辞任したと報じられたが、彼はプーチン大統領によって 正式に解雇された。また、第一国防次官だったアレクサンドル・スコホールコフは、解任され、後任は、西部軍管区の司令官だったアルカディバ・キン大将が、務めた。航空宇宙防衛軍司令官だったオレグオスタペンコ大将も、国防次官に昇進した。ゲラシモフは2014年には事実上、ロシア軍最高階級の上級大将に昇格した。 2016年9月15日、彼とトルコ軍参謀総長のフュシアカールは、アンカラ軍本部でシリアの将来に関する会議を行った。2017年3月6日、シリア北部での活動についての会議にて、ゲラシモフ、ジョセフ・ダン・フォード、フュシアカール。2014年4月に、ゲラシモフは、ウクライナの領土の完全性。 主権及び独立を損なうまたは脅迫する行動に関してという EU の制裁対象リストに追加された。2014年5月、カナダ、リヒテンシュタイン、スイスはウクライナに介入したこと、ロシア軍をウクライナ国境付近に展開したことへの責任、またそれらの行為によるウクライナとの緊張の高まりを緩和しなかったことを理由として、ゲラシモフを制裁リストに追加したという。 2014年9月にオーストラリアはゲラシモフをウクライナに関連する制裁措置のリストに加えた既婚者であり息子が一人いるありがとうございます。